どうも、エルザレットです。それでは、フラッドオブライトやっていきましょう。こちらが、今回するゲームとしてやっていくわけですが、謎解きゲームですね。で、どういったゲームかというと、まあ、水で氾濫した町を女の子が救っていくというような内容となってます。で、こちらインディーズで今セール中なので、めちゃくちゃ安かったです。はい。という感じで、やっていきたいと思います。やっていくわけですが、ギャラリーとかあるんだね。セッティングは何があるのかな。そうだね、海外のゲームっぽい感じがちょっと日本語に変えて、さあ、システム、これで、OK だね。あ、操作にでもちょっと見ておこうか。全く、買ってから開いてないんで。チュートリアルはあるだろうけどね。やりながらでやっていきますか。それでは、やっていきましょう。スタート。もう早速始まる感じですね。さあ、普通に歩いていきますか。Y ボタンを押し続け、その手を離すと、ほう。ちなみに、ジャンプというものは、ない。引き寄せることができる。またなんかちょっと、はあ。じゃあ、ここで引っ張って、このままってこと？違う。で、あ、こういうことね。そこでするんだね。で、ここで、Rボタン長押しすると、砲弾を発射。あ、これ。ほう。あれ？そういうことじゃない。はあ、そういう感じですか。なっけー、そういうことね。長押しだけじゃねえじゃん。いやー、予想以上に手こずった。こっちとかなんかない？特になし。めっちゃ先が思いやられる。特には何もなし。これはロボットを起こすと。さあ、クリスマス。これは特になしか。さあ、これも特にはって感じだね。
さあ、まだ8回しか行けない感じか。でも8回って確実にここだよね。いや、そんなことなかった。さあ、桃の花の天台というか、取って。チェックポイントかな？バイボタンを続け、その手を離すと光を引き寄せられます。はいはいはい。チャージみたいな本だね。ああ。で、あら、あら、またはい。さあ、水位を下げてどんどん進んでいくわけですが、いや、操作むずけえな、普通に。次ね。枝の先に浮かび次の灯台を、灯すのに使えますと。でもね、そもそも、いや、こう使えるってことか。はあ。で、さあ、これで OK だね。左のリザルトがね。さあ、左はあれは戻れない感じだね。このまま自動で進んではいったが、ここで一応中間と。はあ、なるほど。で、こんな感じか。とりあえず連れていくことはできるって感じだね。あ、これで取って、はいはい。あ、とりあえずって感じか。特殊な火を灯すと、芯が一つ手に入ります。はい。ああ、右上なんかあったね。へえ。49。お、手紙。住民避難率 99.99 と。2016年も3年前だね。希望の年はもはや廃墟と化してしまった。これまで経験したことない豪雨が何か月にも渡りを振り続きって、何ヶ月か。人類文明の痕跡が完全に消し去られてしまった。そうそう、無に返すため、次に都市を本来の様子を還元せしめようとした。現在の私を除き、この島に住む住民は全て海峡を隔てた大陸地図を撤退している。しかし、私にはまだやられないことがあると。古代文献によれば、町が崩壊寸前の時、遺跡のロボットを起動させ、光の宝典の前で町の最後の人間を献上すれば、永遠教のみなんとか身を起こされると。生贄がまあ必要っちゃ必要ってことね。さあ、ホープシティと。じゃあ次行きましょう。さあ、次。
こうじゃない。じゃあこうか。このままこういける感じではないね。そしたら意外とそんな感じか。そのまんま下から難しく考えすぎかってか、あれだね、距離が決まってる感じなのかな、もしかしてね。さあ次持って行ってみよう。お、ロボットだ。はい、どうしよう。あそこの天の柱の機台を起動させればと。でも水にあるでしょう。どうしたらいいのか。これらの機台には、起爆託されている。ようやくここまで垂れ抜いた。ちょっと手を貸してくる。じゃあ水位を落とせってことだね。頭がいい。なんか嫌味しか聞こえなかった。はい、さああと8060。おお、一気に下がった。またなんか不思議な、一気に下がったところがめちゃくちゃ下がったね。本当に信じられない。水が引いていく夢じゃないよね。ご冗談、夢なわけないでしょ。僕らロボットなんだからね。で、あなたは本当に人間なんでしょうか。しかしこの希望の都市にはなぜ生きた人間がまだいるのか。はあ、先導者さん、まあ、そこはわからないってことだね。あと7つ。ああ、共有する。66コード。よればと。ある人間姿をした先導者だけが、人間の姿をした。ああ、やつい眠し、機体を起動させ、忘れ去られたロボットすべて救ったと。なるほど、そういう感じね。あ、一応評価があるんだね。まあ最初のあれはカットだね。じゃあ次行きましょう。でもこの雨の音はいいね、落ち着くよね。レインもしたくなるな、レインザワールド。ニューイヤーって何なんだろうね。ああ、8階はこうだったよっていうのが見れるわけね。うん、戻ろう。なんかまだあの青いギミックはまだな気がする。先にあれだね、ギミックの種類を覚えてからにしとこう。あれ、青は何なんだね。さあロボットを修理して、市役所へようこそと。この年エネルギーが足りていない。だから光の数を限られている。ロボットも私たちを助けるのはこの限られた光を使うしかないかもしれないと。ケンジロックコードよりはという。
先導者が私は月に来られるらしい。本当はね、よく喋る子だったね。さ、立つ。まあ、次さあ、ゲートに光を灯すと、これだね。ここだよね。まず拾って、まあ、こうだよね。ゆえに一つ余ってしまったけどね。さ、二つか。まあ、とりあえずこうだね。ああ、でも取りに来るか。で、こうして、こう、お、無駄にジャイロが。二つ持っていくからか。ああ、なるほど。おい。意外と置かせてくれないな。そしたら。こうはダメ。こうもダメ。これ取ってのこうだね。で、よし、こう。はい、たくさん、こんばんは。さあさあ、今日は謎解きをしております。いや、謎解きというよりも、なんだろう、操作に手こずってます。序盤の10分ぐらい操作でもう分かんなくてごちゃごちゃしてたもんね。手紙、ちょっと今太陽の翡翠見ねえかな。まあいいか。ミカリの発動データベースから取り出したと。当時19年齢が人間から影響する。そして攻めたいように生まれるエネルギー、大きなことらしい。ほう。あ、さっきの月が出てるね、月マークね。そうだよね、これ使うよね、絶対。あ、で、復活させて、さっき触られたディスクは時の記録ができるのですと。はあ、ああ、そういうことね。あ、やり直しなんだ。へえ。ということは、やり直さないといけない時もあると。そういうことね。
け。で、ここは2つ必要ってわけか。さあ、これで OK。 まあ、操作の仕方っていうか、さえ覚えてしまえばっていう感じだね。さあ、復活してもらって、光は全部放出するか全部吸引することしかできないんですよね。うん、やっぱそうなんだね。ほう、まあこれで一つだけ。ああ、ちゃ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 、こういうことか。まあ、何度か移動させれば分けることもできるよと。でも結局一つ。だよね、これうまく使わないとだよね。こうして、え、ああ、なるほど。いや、天間天間、この手間よ。で、取って、さらにこっちも取りの、さあ1個は回収して次行きますか。いや、何とも言えねえな面白いんだけどね。なんだろうね、こうもどかしさの方がウィークね。我々が生きてる世界、秘密に溢れていると。条件付き業育契約書と、10歳の娘、この子もその実験体だったのかな。さあ、1、2、3だね。こうして、で、回収の、いやー、序盤やっとけばよかったな。1個目ちょっと取りそびれたのがあるからね、もったいないな。なんかもうずーっとこの音楽はこの音楽と雨の音って感じだね。お社が、先祖様、レーザーの光を歩いてきましたねと。人間にはできないはず、ありえないですわと。まあまあまあ。ケンジロクの、先導者様、人間ないことについて。でもロボットは人間によって作り出された。確かに。ケンジロク、ケイジロクか。私に必要を知る人になるかなと。地の柱。ま、これで二つ目クリアということだね。さあ、次は6000台かな。うん。だろうな。
いや、結構このゲームはあっさり終わりそうな気がする。さあ、次もやっちゃいましょう。せっかくなんでね。ロック。さあ、光の柱を渡って。これを伝って行かせるわけか。光が足りないと感じたら、ちょっとしたコツがあります。使わない光を灯火から回収し、持ち歩けばいいんです。そうすれば光の次の場所を持っていきますよ。あ、やっぱ余計に持っていっていいんだね。茶色が微妙に効かない感じ。お、あ、今のは中に入るので正解なんだ。さあ、二つ。これを一回回収して、1,2,3,4 だね。このタンバリンの音っていうかね、なんか音がちょっと気持ちいいね、連続で鳴るとね。さあ、1個回収して、これ回収して、はあはあ、これは取るで、こうして、あ、いや、こっちだ、これ取ってして、こうの、あー、二つは取らなくていい。いいか、下。ここまでつけないといけなかったわけか。ということは、これ取れねえな。あ、でも、ちょっと待った。これ自体を、あ、こっち移動できないか。あー、ってなったらリプレイだね。明らかに、あ、3つあるか。じゃあ、OKOK。でも落ちるよね。さあ、まさかの取りこぼされ。あー、そう切るか。マジか。そんなドンって落ちれないの？落ちれないの？ん、じゃあ、もう一回やり直しだね。じゃあ、諦めて。じゃあ、ここで4つ持っとかないといけなかったわけか。でも降りる方法がないとどうしようもないからね。まあ、次行こう。次、さあ、メール見て、
いきなり画像が、過ぎた1週間の間、木石古城を驚嘆するほどのスピードで何百もの太陽の沈みか、これは現在都市の水蔵に配輸送されていると。十分な数の太陽の歪みを起動させると連続ダメを阻止できるのだ。ああ、一応何かあったんだね。はいか。時間稼ぎね。ああ、あの太陽、あれか、これか。なんかあったね、そういえばこういうのね。さ、先に話しておいて。はい、シェフの、シェフなんだね。まあね、便利なんだけど。起動、すぐ起動。あ、やっぱやり直し選ぶしかないんだ。いるパターンか。ここ予備で1個持ってこないとダメってことだね。さあ、ここが、はあ、ははあ。確実にしくった。どっちからだ。1、2、3。あれ、さっきとなんか同じことをしてる気がしなくも。いや、大丈夫か。いや、あんま意味ないか。まあいいや、取るだけ取っとこう。次。ほう。あ、取れた取れた。で、飛ばし、おお。そうだった、戻るんだった。1個回収の、これに1個だけ乗せたいよね。全部持っていかれるしな。これは逆に、あー、なるほど。1、2、3、4だよね。
こっちと E のこれ取って A で多分違うやり方は絶対違う気がする。本来は多分綺麗に余るはずだと思うね。ちょっと多めに持っていけるはず。よしよしよし。あちゃあちゃ、過ぎた過ぎた。マシンはね、あれはやり込み要素っぽいからな。まあ1個だけ取って、落ちれるわけもなく、じゃあ単純にいこうか。さあセーブして次の手という感じだね。足りない。ここまで取ってしまうとなんだよね。で回収しの足りないよね、やっぱ。これ動かせないのかな。これもちょっと発動したいんだけど。下行けんかい行けるんか。マジか、普通に下行けたし。手紙、雨足がまさす強まってきたと。まあ、交通機関が悪くなってと、電力が大量に消耗され長くは持たないと。まあね、雨が降り続けばね。さあこのドクター S が何なのか。さあ、お、ライトが、街灯がついてるね。さあ、三面クリアという感じですね。あ、まあ、5回と。次5回ですね。結構ペース早いな。そしたら一旦ここで休憩入りましょうか。なんかこのペースでいくと今日で終わりそうな気がする。じゃあさっきのが、だよね、無駄な手が多かったなっていう気がするね。ちなみにこれは見直すことができるよっていうやつだね、集めたやつを。なるほど。はい、そしたらですね、
動画を見てる方はここまで、ライブ配信の方は、この後休憩をして、配信したいと思います。それではまた動画を見てる人は次回会いましょう。ほんじゃあまた。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。